ダークマスターもバトルライドするのかよ。聞いてないよ。ほい。ということで、今回も続きからやっていきたいと思います。んで、今から、このコアの最深部に行くんやけど、あれはまた中ボスかなんかやろうか。だね。ここから先は行かせない。ぐぎゃおー。ぐぎゃおーって。あの動きが可愛い。手が短い。手が短いとか言っちゃいかんけど。でも手足短いの可愛いよね。なんか、犬とかでもさ、ダックスフント可愛いし、猫もね、猫もマンチカンとか可愛いし。最近は手足が短いのが流行りなんだろうか。やばい。なんか見た目がグロい。あの左側のモンスターがさ、ちょっと見た目怖いよね。みんな目の色とかも変わっとんか。赤。いけいけいけい。お、一匹やっつけとるね。やった。守りの切り。守備力大事よ。守備力と体力回復は大事よ。輝く、お、よっしゃ。あと一匹。強いかな、こいつ。てかね、強い弱いっていうか、体力が多いんよね。多分、強さ的にはそんなにって感じやと思うんやけど、ね、受けるダメージがそこまでじゃないし。ほら。こういう感じなんだけれども。あ、てか、防御力が高いっていうのもあるんかな。いや、防御力って言っても、別に結構いい感じのダメージ与えよるもんね。やっぱり体力が多いということか。こっち結構体力少ないもんな。もうほら200ちょっとしかないよ。伐採マシン。お、ベホエミ。自分の身は自分で守る。おっしゃー。いいね、キリがいいね。はい、この先は通りますよ。この奥からマサの強い反応がある。中に入ってみますか。ほい。大丈夫、なんか汚染されないっすか。何、明るい場所に出た。お、え、何？これは、回想シーン？回想シーン？ん？あ、もしかしてまた楽園？あ、絶対そうやん。戻された？おはようございます、アイノ様。今日もお元気そうで何よりです。だって今自分の体見てキョロキョロしよったもんね。どうされました？そんなに驚いて。え？何がどうなってるのかですって？ここはアイナ様とお兄様であるアンセス様が住む本当の楽園です。本当の楽園ってやめてや、なんか死んだみたいな。アンセス様は戦いから戻られた後、あなたと一緒にこの地に住んでおられます。やっぱりほら、本当の自分になったらちょっと顔が幼いよね。そのアンセス様はここから西にある森の奥へ行くと言っておられました。もしアンセス様に用事があるのでしたら、アイナ様に行かれては。行きますよ、もちろん。なんか知らんけどさ。アンセス様、ここから西にある森の奥へ行くと言っておられました。もしアンセス様に用事があるのでしたら、アイナ様行かれては。行きます、行きます。あのモンスターも話せるモンスターかな。あ、ライドができない。話せそうやね。アイナ、かけっこしようぜ。京子さんは負けねえぞ。やんちゃか。あ、スライム、スライム。なんか最初に見た時と同じような感じやな。ねえねえ、アイナ、今日は川で遊ばない？冷たくて気持ちいいよ。ねえ、一緒に遊ぼうよ。ピキー。マソっていうのはあれですか？なんか幻覚を見せる効果があるの。アンセスがいてくれれば私たちは戦う必要ってないわよね。絶対にアンセスが守ってくれるもの。そう思うでしょ、アイナ。てかすごい賑やかなんだけど。ねえ、めっちゃ声聞こえるよね。なんか怖いんだけど。え、なんか、キャハハハハハみたいなの聞こえん？怖っ。怖っ。空に虹が、おー、なんかみんないるわ。あれがアンセスか。
アイナ、ここには僕たちをいじめる奴はいないよ。どんな敵でもアンセスがやっつけてくれる。僕たちを守ってくれているんだ。アンセスは死んだんだよ。ねえアイナ、後で一緒にケーキを食べようよ。サンチョがおやつに焼いてくれたんだ。僕君と一緒に食べたいな。サンチョ。そしてアンセス。あ、なんか光が差し込んどった今。全く同じ格好しとんやね。おはようアイナ。あん？どうしたんだよ。幽霊でも見たような顔して。俺はちゃんとここにいるぞ。戦いを終えてお前の元に帰ってきたんだ。もう俺はどこにも行きやしない。この場所でみんなと暮らそうじゃないか。てか兄弟やったよね。こんなに一緒の格好しとるって気持ち悪くないんかな。それとも、何、襲われる？お前はこの楽園が嫌なのか？なあ、アユナ。お、なんだなんだ。頭痛が。お、消える。うーわ、ダークマスター来たー。まだ答えてないんすけど。え、なになになに？なんかブレイクモンスターが見えるよ。後ろの、山頂は？もう絶対無理やん。迷うことはないだろう？みんなで平和に暮らせるんだ、この楽園では。迷うことあるだろう？お前ダークマスターにしか見えなかったぞ、今。ずっとここにいればいい。俺たちが一緒にいる。そうだろ？アンセス様の言う通りです。ずっとここにいればいいではないですか。僕たちも一緒だよ。それでもダメなの？アイナ。それとも、もしかしてお前はレテーナじゃない。レナーテのことが気になるのか？レナーテなんてここにはいない。もうお前とは関わりのない女だ。あいつが、レナーテがいたから、苦しみ、傷つき、辛い思いをしてきたんだ。お前はあいつと関わるべきじゃなかった。レナーテのことなど忘れてしまえ。忘れるアイナ。戦いもレナーテも、お前には必要ない。アンセスならそんなことは言わないさ。お、真実の姿が見えるかまた。あ、消える。消えない。な。アンセスになった。周囲の人物から異常を感知しました。リアクターを起動してください。今まで異常を感知しなかったのか、リアクター。繰り返します。周囲の人物から異常を感知しました。リアクターを起動してください。うわ、超嫌なんだけど。どうしても拒むのか？繰り返します。周囲の人物から異常を感知しました。リアクターを起動してください。もはやエラーが出たような感じの。おお、これで真実の姿が。ダークマスター。アユナ、どうしたの？アユナ。アユナ、よかった。正気に帰ったのね。くっ、マザールームの催眠装置を自らの意志で跳ね抜けるとは。この戦いにかける貴様の決意は、それほどまでということか。ならば小細工など無用。直接貴様を叩き潰すまで。あっこで牌選んだらどういう風になっとったんやろ。いでよ、我が最強のモンスターたち。カシャロット、アパデマク。うおぉ。決意など圧倒的な力の前には、無意味なものに過ぎぬと教えてやる。カシャロットはかっこいいけど、アッパデマクっていう名前はちょっとよくわからないぞ。やべえよ、強いのが2匹とか聞いてないよ。とりあえず頑張って。みんな頑張って。ねえ、レナーテも戦おうよ。レナーテだっけ？レテーナだっけ？レナーテか。やっつけれるのか。今までは一応さ、なんか中ボス1匹にザコ2匹とかやったけど、今回これ中ボスクラスが2匹ってことやろ。きつくね。いや、ちょっと伐採マシーンさん体力やばくないっすか。それ1発か2発ぐらいでやられないっすか。どうよ。あ、ミスだ。まあ一応あれなんだよね、防御力っていうか素早さとかは結構高いけん、
避けれるっちゃ避けれるんよね。爆裂剣、ちょっとマジックポイントとか気をつけてみとかんかったら、伐採マシーンはすぐに使い切ってしまうから。でも一応受けるダメージはそんなに強くないね。我が最強のっていう剣どんなもんかと思ったけど、それで最強かよへって感じとか言おったらやられるんだ。ダメだダメだ。とりあえず私は見守ることしかできないので、まあ道具を使うことはできるけどさ。はあ、やべえやべえ、ちょっと待って、片方は私が使った方がいいよね。条約層、はい。全然、あ、混乱してる。マジか。あ、てか何、向こうもライドしてんの？マジかよ。ダークマスターもバトルライドするのかよ。聞いてないよ。こっちだけかと思ったじゃん。あ、しかも死んだし。え、よろしくないよ。え、ものすごくよろしく。あ、ちょっと待って。なんてこと。やべえ。やべえぞ。あ、やった、一体やっつけた。なんかいつもさ、この、一匹だけ残ってる状態で、決着がつくこと多いよね。まあ、要はカイザードラゴン強いってことだ。おっしゃー。え、相手のマスターが落下したはわかるけど、うん、びっくりした。続くんかと思ってん。おっしゃー。竜王最強や。どうよ、最強のモンスター。なぜだ？なぜ勝てぬ？私は最強のモンスターマスターのはず。それが違うんだよ。私はモンスターバトルグランプリ、最後の覇者である、アンセスを超えるべく作られたのだぞ。作られたん？人間じゃないんか。その私が、アンセスの弟でしかない貴様ごときなのに、劣るはずが。ロボットなんかな？人間は成長するわ。確かにかつて、アイラはあなたに敗れた。でも、積み重ねてきた戦いの経験によって、あなたを超える力を得た。人間だけが持つ無限の可能性を、あなたは甘く見ていた。それが敗因。認めん。認めんぞ、そんなことは。私が負けることなどあってはならんのだ。認めんって聞いたら妖怪ウォッチの認めんを思い浮かべてしまう。もう一度だ。もう一度戦えば。何、勝手に進んだんだけど。いや、もう一度とか言われてもあんたのモンスター倒れてるから。覇王ってどんな。何怖いよ。え、消えた。え、何、やっつけたの？え、何？あなたに、もう一度はない。それがあるのはアイナだけよ。え、やっつけたのか。マザーのところに行きましょう。今度こそ、すべてを終わらせるために。はい、ということで、まあ、ちょっといろいろと混乱しとるけど、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に動画の再生リストを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで次回、マザーに行くと。ちょっといまいちマザーで何をするのかが理解できてないんやけど、とりあえずダークマスターは倒したんやね。